ジャスキサバレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、こちらのレコード、ジャッキー・マクリーンのレコードを紹介したいと思います。それで、このレコードなんですけれども、ブルーノートレーベルなんですけれども、ブルーノートのここにあります。4116というカタログナンバー、レコードナンバーも振られながら、もう与えられておりながらリリースされなかったというレコードですね。よく語られますけども、この4116と、他にソニー・クラークの1500番台で1592番のソニー・クラークも、まあ後にこれもそうなんですけども、手に入れることができるんですけれども、当時としてはレコード番号が振られながら発売されなかった、どういう理由かは分かりませんが、アルフレッド・ライオンでしか分からないことかもしれませんけれども、それを今日お届けしたいんですけれども、メンバーがですね、もうクインテットなんですけれども、ケニー・ドーハンがトランペットで入ってます。それからピアノがソニー・クラーク、それからベース・ブッチ・オーライ、ドラムビリー・ヒギンスという、もう申し分ないメンバーですね。ビリー・ヒギンス、ホーネット・コールマンとかでやってましたね。はい。それで、これ1962年6月14日の録音なんですけども、ジャッキー・マクリーンはその前に、Let Freedom Ring っていう、非常に重要作を、4106番ですかね、出してます。その次のセッションにあたるレコードなんですけども、なぜか発売されなかったというレコードですね。ジャッキー・マクリーンはソニー・クラークの有名なクール・ストラッティでも、共演してます。まあ、ソニー・クラークはもうハウスピアニスト的な存在なので、ブルーノートのですね、はい、それでジャッキー・マクリーンも4000番台でたくさん出してますね。はい。ですので、共演は当たり前の話ではありますけども、先ほど言いましたのは、これの前の作品がこれですね。この Let Freedom Ring。これですね。はい。それで、ソニー・クラークなんですが、これ1962年6月14日。それで、ソニー・クラークはですね、次の年、1963年の、もう明けて早々、1月の13日に亡くなります。これが6月14日なので、ちょうど、この7ヶ月後に、ソニー・クラークは、亡くなります。という意味で、今日はですね、いかにもソニー・クラークが作った曲だなという感じのする、A 面2曲目の、ブルース・イン・ザ・ジフっていうのを、お届けしたいと思います。この A 面3曲、B 面3曲、ジャッキー・マクリーンが作った2曲、それからソニー・クラーク、それからビリー・ヒギンスが作った曲、4曲、あと2曲は、アンノーンになってますけれども、はい、では今日はブルース・イン・ザ・ジフ、ソニークラが作った曲、もうジャッキー・マクリーン節が、響いてきます。クラークも響いてきます。ドーハムは、まあ、例によって不思議ですね。それでヒゲンスの、もう何て言いますか、さすがオーネットのとこにいたドラマ、もう素晴らしい。はい、そんな感じで今日はお届けしたいと思います。ジャズはいいよ。